やースライダーね、今までやられていたスライダーが、はい、10球目はどうだ。打球はセンターへ上がって、高々と高々と上がって、秋山は向こう向き、最後の最後に中田翔が仕留めました。初球打ちは高く上がって、どうだ、伸びていく伸びていく、ポール際、その頭の上でした。中村翔吾の一発、今シーズン第2号。これは強い打球、ライトですか、残念、来ました柳田悠岐、高い放物線を描いて宇宙間スタンド。投げたからセンターに上がっている、風がある中センターが下がっていって、秋山ここまで下がっていって見送った。レベルに一発が出ました。マレールがバッターボックス、エントリーした、高く上がって中村晃、見上げた、入ったホームラン。滞空時間の長いホームランでした。続く山川第7号ホームランダービー単独トップ、ライトへ、ライトへ、これは届きます、ホームラン第2号。まあ2巡目に入ってますからね。高々と上がった、レフトに上がった、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 どうか、エラー入った。太田大志、滞空時間の非常に長いホームランアーチをかけました。さすがに太田大志、高々と持っていった。これはどうですか、ネット伸びて伸びて、フェンス際のプレー見送って、レッツゴー、今シーズン第1号横尾、横尾も負けじと1本上がってきました。この辺りの打順がいいんですよ、この回で連発打てるなんていう打魅力ですよね。レフト高く上がっている、下がっていって、下がっていって、吉田フェンスにつく、ジャンプして、いや上を越えた、入った、ホームランです。内川ホームラン、今シーズン第1号。内川も実はこれが第1号なんです。